250タイプ353ヤワは、チェコ共和国のオートバイメーカーである。1929年に設立された。1929年に、ドイツのオートバイメーカーである、バンダラー社が倒産した際、チェコスロバキアのヤナチェックアーマメンツファクトリーが、バンダラーのオートバイに関する権利を買い取り、社名を、ヤナチェックバンドラーとした。後に短縮されてヤワとなった。 この時に買い取ったもともと、バンドラーが開発した4サイクル 500cc のシャフトドライブ単気筒モデルが、ヤワの第1号モデルである。このモデルのオフエンジンは18馬力を発揮し、燃費は約 17km リットルだった。このオートバイは当時としては高価なものだったが、信頼性は高く、1929年10月23日に、 発売されると発売初年度から、まずまずの成功を収め、また発売後も改良が続けられた。しかし1930年代前半になると、景気の後退もあって、市場では、より安くて、シンプルなオートバイが求められるようになり、ヤワも需要に応じるために1932年、5馬力のヤワ175を発売した。このモデルは、 約7 0ラムの小型軽量モデルであり、約2 9トルリットルの燃費と、約時速8 0トルの最高速度を誇った。ヤワ175は発売と同時にヒットモデルとなり、発売初年度に3000台以上を販売した。これは 500cc の第1号モデルの3年間での、累計販売台数のおよそ3倍の数字である。ヤワ175は、 この後1946年まで生産が続けられ、最終的に27,535台が生産された。マイナー1934年、ヤワは DKW 社のモデルをベースとした四輪車であるヤワ700を発売した。1937年には改良を加えたヤワ600マイナーを発表。四輪車の製造は、 第二次世界大戦の間限定的に続いたが、終戦と同時にほとんど作られなくなった。1946年、ヤマは、デュアルエグゾーストを持つにストローク 250cc、短気筒エンジンの実用的なオートバイを発売し、世界各国、特に共産主義陣営の国々に対して売り込んだ。このモデルのコピーは21世紀になってからも、 中国の超高モーターワークス社で生産されている。また2ストローク 350cc2 気筒エンジンのモデルは世界中に輸出され、カナダのデパートチェーンであるイートンズなど様々なブランドの下で販売された。1960年代には大排気量単気筒エンジンのオートバイがシアーズカナダで販売されている。共産党が勝利してチェコスロバキアが 社会主義国家となってバイク産業が国有化される中、ヤワは1948年に同じくチェコスロバキアのオートバイメーカーである CZ と提携した。CZ はオンロードモデルも製造していたが、モトクロスやエンデューローといったオフロードモデルで有名なメーカーであり、提携後はトライアルモデルやエンデューロモデルがヤワと CZ の両ブランドで発売された。ヤワは 数々の2ストロークエンジンのモペッドを製造していたが、その中の1車種であるバベッタには、オートバイとしては、初めての電子制御式点火装置が搭載されていた。しかし、トラニーズモユニットと名付けられた、この初期の電子制御式点火装置は、トラブルも多く、成功したとは言えなかった。現在、ヤワのモペッドは、トラニーズモユニットの故障率の高さに加えて、 部品の入手が困難であることから評判が良いとは言えない。1950年代後半にインドで発売されたヤワのオートバイは今なお熱狂的なファンを持っている。インドではマイソールに本拠を置く現地会社のアイデアルヤワによって生産された。インドのあらゆる地域でヤワの 250cc モデルやアイデルヤワがイエジと ブランド名を変えてからの 250cc モデル、2気筒 350cc モデルなどが現役として走っている。また、パッドのついた燃料タンクや燃料タンク上にイグニッションシステムを持つヤワのオートバイはコレクターズアイテムとなっている。スピードウェイ500歴史的にヤワは東ヨーロッパのメーカーの中では最もモータースポーツに熱心なメーカーの一つであった。 ロードレースにおいては1960年代半ばまで世界選手権への参戦を続け、その限られた予算を考えれば、まずまずと言える成績を残した。2ストロークエンジンが主流となる前のモトクロスでも印象的な活躍を見せ、4ストロークエンジンが有利であったスピードウェイやアイスレースでは今なお破られていないいくつかの記録を残している。 これらのレース用オートバイを製造していた部門は1990年代の社会主義崩壊によって民営化され、現在はヤワ・スピードウェイとして別会社となっている。650クラシックサイドカーチェコスロバキアにおける社会主義崩壊と連邦解体の影響によりヤワの市販車部門とレース部門はそれぞれ別会社となった。レース部門であったヤワ・スピードウェイは 順調だったが、ヤワの市販車は苦闘が続いた。2006年時点でのヤワのラインナップは、ほぼホンダ車のコピーと言っても良い 50cc、125cc、250cc の各モデルと BMW の F650 シリーズに搭載された、ものと同じロータックス製エンジンを積んだ 650cc のモデルである。ヤワを象徴するモデルとも言える。 2ポート2ストローク短気筒エンジンの 350cc モデルは1960年代からメカニズム的にはほとんど進化していないゆえに信頼性は高かったが世界的な2ストロークエンジンの衰退に伴って実質的に終焉を迎えている最大出力 35.4kW 6500rpm 最大トルク57 n m メートル 5000rpm のロータックスエンジンを搭載する 650cc モデルは3つのバリエーションがある。650クラシックはその名の通りクラシックなデザインのレトロな雰囲気を持つオートバイである。650スタイルは都会のストリートをイメージしたモデル。そして650ダカールはホンダのトランザルプを彷彿とさせるフルサイズのエンデューロモデルである。 ありがとうございます。